コガネム氏は1843年に発表されたエドガー・アーランポーの短編小説。語り手とその聡明な友人ルグラン、その従者のジュピターが宝の地図をもとにキャプテン・キッドの財宝を探し当てるまでを描く冒険小説である。また厳密には推理小説の定義からは外れるものの暗号を用いた推理小説の草分けともみなされている。 この作品はフィラデルフィアダラーニュースペーパーの検証で最優秀作となり、ポーは賞金として100ドルを得た。これはポーが単独作品で得た収入ではおそらく最高額である。コガネム氏はポーの作品のうち彼の存命中最も広く読まれた作品となり、暗号というトピックを出版界に広く知らしめる役割を果たした。名前の明かされない語り手は ウィリアム・ルグランという友人を持っていた。ルグランは、ユグノーの一族の生まれで、かつてあった財産を失ってから、サウスカロライナ州沖のサリバン島で、メシスの黒人ジュピターを伴って、イントン生活を送っている。ある時、語り手が数週間ぶりで、彼の元を訪れると、ルグランは、新種のコガネムシを発見したと言って、興奮の最中にあった。の昆虫は、 とある注意に貸してしまって、手元にはなかったが、その代わりと言ってルグランは語り手に、昆虫のスケッチを描いてみせる。しかし、そのスケッチは語り手にはどうも、ドクロを描いたもののようにしか見えない。語り手がそのことを伝えると、絵に、自信のあったルグランは気を悪くし、スケッチを描いた紙を丸めて、捨てようとする。しかしその前に、絵の方を、ちらりと見るや、 そこに釘付けになり、やがて髪をしまうとそれからは何かに心を奪われたようにうつつを抜かした状態になった。様子が変だと思った語り手は、その日は友人の家に泊めてもらう予定を取りやめ、そのまま辞去する。それから1ヶ月後、語り手のもとにルグランの召使いジュピターが訪ねてくる。彼の話では、主人ルグランはあの日から様子がすっかりおかしくなり、 黒板に妙な図形を書き散らしたり、行き先を告げずに一いた地中外出したりしているという。彼の携えてきた、ルグランの手紙には、語り手に、重要な仕事があるから、すぐに来るようにと記してある。語り手がジュピターに連れられて、ルグランの元に向かうと、語り手を迎えたルグランは、小金虫が財宝をもたらすという謎めいた言葉を伝え、 本土の丘陵地帯の探検を手伝ってほしいという。彼の精神が桜にしていると見た語り手は、とりあえず彼の言うままに従うことに決め、探検についていく。本土に着いた一行は、樹木の生い茂った大地の上を鎌で切り分けながら、奥地へと進んでいき、やがて巨大なユリの木に達する。ルグランは、 ジュピターをその木に登らせ、さらに枝を伝って進んでいくように指示する。すると、その枝の先には、ドクロが打ち付けてあった。ルグランは、ジュピターに、ドクロの左目から紐をつけた黄金虫を垂らすように指示し、その黄金虫が落ちたところを目印にして杭を打つ。 そして、そこから最も近い木からその奥までを薪尺でつなぎ、さらにその延長上を50フィートほど行ったところに目印をつけると、皆でここを掘るようにと伝える。一行はそれからその場所を2時間にも渡って掘っていくが、何も見つからない。諦めかけたアルグランは、ふとあることに気づき、召使いのジュピターに、お前の左目はどっちだと問いただす。 何度も確認したにもかかわらず、ジュピターは、右と左を取り違えていたのだった。一行はもう一度ユリの木に戻って、先の手順を繰り返すと、先ほどから数ヤードずれた場所を再び掘り始める。一時間ほど掘り進めると、連れてきていた犬が吠え出し、やがて大量の人骨といくつかの効果が、さらにその下には6つの大きな木箱が埋められていた。 木箱の中身は大量の硬貨や黄金、宝石や装飾品の類であり、家に持ち帰って見分すると、その総額は150万ドルにも及ぶことがわかる。興奮冷めやらぬ中、ルグランは、どのようにして隠された財宝を見つけるに至ったのかを、説明する。あの日、ルグランが小金虫をスケッチして見せた紙は、小金虫を発見したのと同じ場所で見つけた、洋皮紙であった。 そこには、一見何も描かれていないように見えたが、ルグランが語り手に紙を手渡したとき、語り手が暖炉の近くにいたために、熱の化学反応によって隠された絵がスケッチの裏側に炙り出されていたのである。そのことに気づいたルグランは、語り手が帰った後、さらに洋皮紙を調べて、ヤギのマークからそれが、海賊キャプテンキッドの隠された財宝のありかを示すものだと直感する。 なおも調べていくと、その紙には、以下のような暗号が記されていることが分かった。5 3 3 0 5 6八8 2 6 4 4 6 8 0 6 4 8, 8 8 6 0 8 1 5 1 5 4 6八8 9 6 8 5 2 8 8 4 6 9 2 8 5 6 8 4 1 9 4 8 0 8 1八八 14885448552880681948884461188暗号に詳しかったルグランはこれを初歩的な暗号だと見抜き、まず暗号内で使われている記号の登場頻度を調べた。一番多いのは8の32回である。 英語の文章で最もよく使われるアルファベットは E であるから8が E を表している可能性が高い。そして英語の文章で最もよく使われる単語はザであるから暗号内で最も多く登場する文字列48がおそらくザを表している。このようにしてどんどん記号に対応するアルファベットを見つけていき。 最終的に以下のように解読したのだったエグッドグラスインザビショップエスホステルインザデビルズシート40ワンディグリーズサーティーンミニッツのスイーストバイノースメインブランチセブンスリムイーストサイドシュートフロムザレフトアイオブザデスズヘッド AB ラインフロムザツリー スルーザショット50フィートアウト。主教の宿にある悪魔の玉座には上等のガラスがある41度13分。北東で北寄りの方角東側の主な枝、7番目の大枝、ドクロの左目からうてきから、狙撃地点を経て50フィート向こうまで直進せよ。これを解読すると、ルグランはまず、主教の宿に当たる場所を探し、やがてサリバン島の近隣に、 ベソップの城と呼ばれる岩壁があることを知った。その岩壁はよく見ると落ちくぼんで玉座のような形になっている場所があった。上等のガラスは望遠鏡のことであり、ルグランはその場所に座って指示通りの方角に望遠鏡を向け、そこから木の枝に打ち込まれたサレコーベを発見したのである。この作品で用いられているのは開示式暗号であり、暗号の方式も その解読方法もポー自身が開発したわけではない。しかし、小金虫が発表された19世紀の当時においては、多くの人にとっては、暗号法は神秘的なもののように捉えられており、暗号の解読は、ほとんど、超自然的な能力だと考えられていた。この作品に先立つ1840年に、ポーは、 フィラデルフィアの雑誌、アレクサンダーズ・ウィークリー・メッセンジャーにおいて暗号に関する記事を書き、その際にこの方式で書かれた暗号であればどんなものでも解いてみせると公言した。ポーのことによれば、この試みは非常に反響を起こし、同雑誌宛に全国各地から手紙が押し寄せたが、ポーはそのほとんど全てを解読したという。1841年7月にポーは、 暗号論をグレアムズ・マガジンに掲載し、暗号の歴史をたどるとともに、上記の経緯についても記している。コガネムシに使われている暗号の解読法自体は、暗号論で説明されたものとほとんど同じである。作中のコガネムシのモデルとなった米付き虫の一種。背中に眼下を思わせる大きな黒い斑点がある。物語に登場する。 コガネムシの新種は現実に存在するものではなく、作中で述べられている。この昆虫の特徴は、物語の舞台となった地域に生息する2種類の昆虫の特徴を組み合わせて作られている。一つは、カミキリムシの一種カリクロマスプレンディッドムで、コガネ色の頭部を持っており、胴体にもわずかにコガネ色をしている。骸骨の眼下を思わせる黒い大きな斑点を持つ、 物は、米付き虫科のアラウスオキュレーティスである。アフリカ人の従者ジュピターの描写は、近代的な観点からはしばしば人種的偏見に、基づくステレオタイプとして批判されている。ポーはかつて自分が雑誌で書評を受け持ったことのある、ロバート・モンゴメリバードの、シェパードリーからこの人物像を着想したらしい。 当時のアメリカ合衆国において、フィクションに黒人を登場させること自体は珍しく、なかったが、この作品のジュピターのようにセリフを持つことは稀であった。研究者によれば、作中のジュピターの名りは、物語の舞台となった地方における黒人のそれとは、似ておらず、あるいはガラジンの言葉遣いを参考にしたのではないかと、している。ポーは 軍人時代の1827年11月から1828年12月にかけてサリバン島生誕のモルトリー要塞に駐屯しており、この時の自分の体験を生かして小金虫の舞台を描いている。サリバン島はまたポーがキャプテンキッドの伝承を初めて聞いた土地でもあった。ポーとの縁にちなんでサリバン島にはポーの名を冠した図書館が建てられている。 また、ポーは、景気急無ン長方形の箱でもこの地域を扱っている。ボードレールによる、小金虫フランス語訳。ポーは当初、小金虫を、ジョージレックス・グレアムの雑誌、グレアムズ・マガジンに52ドルで寄稿したが、ほどなく、フィラデルフィア・ダラーニュースペーパーの検証を知り、原稿を戻すよう頼んだ。 ちなみにポーはこの時原稿料の52ドルを返さず、代わりに今後書評の仕事で埋め合わせると申し出ている。小金虫はこの検証で最優秀作となり、賞金100ドルを獲得、1843年6月21日、及び28日の2回に分けて同紙に掲載された。この時賞金として支払われた100ドルは、 おそらくポーが生涯で受け取った一作の原稿量の中では最高額である。作品の好評が予期されたため、ダラーニュースペーパーは、コガネムシの掲載に先立って、判券を取得した。その後、コガネムシは、フィラデルフィアのサタデークーリエでも6月24日、7月1日、7月8日の3回に、わたって、再掲載された。後2つは、 関東掲載であり、FOC ダーレーの差し絵が付けられていた。これ以降もアメリカ合衆国内の多数の新聞で掲載が行われ、小金虫は、ポーの存命中最も広く読まれた小説となった。ポーは、小金虫の印刷が1844年5月までに、総計30万部が販売されたと記している。もっとも、ポーはこれらの再販については何も、 報酬を得なかったようである。また、小金虫の成功は、ポーを講演者としての人気も高めた。小金虫発表後のポーの講演には、大群衆が詰めかけ、結果として何百人もの人が追い返されたという。1848年の書簡でポーはこのことに触れ、ひどい騒ぎだったと書いている。ただし、後に紙幣、大ガラスで評判を得たポーは、 小金虫の成功と比較し、鳥が虫を打ちまかしたと表現している。当時フィラデルフィアのパブリックレジャーは、この作品を非常に重要な作品と称賛した。ジョージ・リパードは、シティズン・ソルジャー史上で荒削りな描写にもかかわらず、生き生きとまたスリリングな作品に仕上がっている。ポーのこれまでの作品の中でも、最上の一編だと評している。 グレアムズ・マガジンの1845年の書評では、知性の鋭さと推理の巧みさを示す一例として、極めて注目すべき作品とされた。一方、ポーの論的であったトマス・ダン・イングリッシュは1845年10月のアリスティディーン氏において、コガネム氏は、他のどのアメリカ人の物語よりも売り上げを伸ばすだろうし、巧妙さという点からすれば、おそらく、ポー氏が、 これまでに書いた、どの作品よりも、巧妙にできているだろう。しかし、それでもこの作品は、告げ口心臓とは、そしてそれ以上に、ライジーアとは比べるべくもないと評している。ポーの友人トマス・ホリー・シバースは、小金虫は、ポーの分泌生活における、黄金時代の短所となる作品だと評価した。この作品は、大きな成功の反面。 敵対的な議論も引き起こした。発表から1ヶ月の間に、ポーは、デイリーフォーラムにおいて、ショーの主催者と共謀していると中傷された。デイリーフォーラムは、コガネムシを、失敗作、15ドルにも値しない純然たるゴミ、だとまで述べており、これに対してポーは編集者のフランシス・デュフィを、名誉毀損で訴えている。訴訟は後に取り下げられたが、 デューフィは、コガネムシが100ドルに値しないと述べたことに対して、謝罪を行った。別の編集者、ジョン・デューそれは、ポーがシェルバーンという女学生の作品、イモージンあるいは、海賊の財宝からアイディアを表説していると非難した。コガネムシは1845年6月に、ワイリーパトナム社から出版された、ポーの作品集、物語集に収録された。 コガネムシは関東に収録されており、これに黒猫とその他10作品が続く構成になっている。この作品集の成功によって、コガネムシは1845年11月にアルフォンス・ボルゲールスによって初めてフランス語に訳され、イギリス評論に掲載された。これはポーの作品の畜語訳としては最初のものである。 このフランス語訳に基づいて2年後にロシア語にも訳されており、ロシアにおいてはこれがポーの最初の紹介となった。1856年にはシャルル・ボードレールが異常な物語の第一巻に小金虫の訳を収録している。ボードレールはヨーロッパにおけるポーの紹介に強い影響力を持ち、彼の翻訳は大陸中で定役として扱われた。 日本では1902年、山形伊藤が、内外出版協会、原文社から出版したわけ中本、宝堀で、初めて翻訳された。明治年間には他に、本間九四郎役の、小金虫と詳細役、小金虫が出ている。以後多数の翻訳があるが、2010年現在は、以下収録のものが入手しやすい。コナンドイルは、 コガネムシのうち暗号解読の部分のみを抜き出して踊る人形を描いた。この作品で用いられている暗号はタイプライターの記号を基人型に変えたのみであり、解読法もコガネムシで用いられているものと全く同じである。また江戸川乱歩のデビュー作2000動画の暗号は明らかにコガネムシと踊る人形から着想を得ている。 コガネム氏はまたロバート・ルイス・スティーブンソンの宝島にインスピレーションを与えており、スティーブンソンは少なくとも、骸骨は明らかにポーから持ち出してきたものだと述べている。ポーは、当時の出版会において、暗号というトピックを普及させるのに、大きな役割を果たした。アメリカ合衆国の著名な暗号学者であり、第二次大戦において、日本軍のパープル暗号を解読した。 ウィリアム・ F ・フリードマンは、幼少期に、コガネムシを読んだことが、暗号に興味を持つきっかけであったと述べている。コガネムシはまた、暗号に対する、暗号法という言葉を初めて用いた著作でもある。コガネムシは発表当時から好評を博したため、1843年8月には、舞台劇が、フィラデルフィアのアメリカ劇場で公開された。これは、 ポーの存命中になされた唯一のポー作品の舞台化である。しかし、フィラデルフィアのスピリット・オブ・ザ・タイムズ氏は、この公演についてダラダラとしていて随分と退屈だ。骨組みはよくできているものの、肉付けが足りないと書いている。映像作品では、1953年に、 ユアフェイバリットストーリー第1シーズン第4話として、ロバート・フローリー監督によるものが制作されている。その後、1980年に、ABC ウィークエンドスペシャルの第3シーズン、第7話として、ロバート・フュースト監督により映像化されており、この回は、デイタイム・エミー賞で3つの賞を獲得した。1988年には、 スペインのホラー映画監督ジェス・フランコが映画化している。ありがとうございます。